青笹駅は、岩手県東野市青笹町青笹にある、東日本旅客鉄道釜石線の駅である。青笹駅を含む区間は、1914年4月18日に、岩手京弁鉄道が、東野泉民峠間を開通させた時にできたが、その時点ではまだ青笹駅は存在していなかった。青笹駅が開業するのは、翌年、 1915年9月1日のことであった。その頃は 762mm 特殊狂気の軽便鉄道であった。1936年8月1日に国有化されて国鉄の駅となった。その後は国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められた。しかし、第二次世界大戦の戦局悪化に伴い、 労働力や資材が不足して、改めき工事は一旦中止となった。1948年9月に、アイオン台風によって山田線が大きな被害を受けると、三陸海岸方面への鉄道連絡を早期に回復させるために釜石線の工事が再開されることになり、12月に再着工した。1950年10月10日に、 千人峠を越える区間が完成して釜石線が全通するとともに、塔の足が、狭の改めき工事が完成し、全区間を1067ミ、mm、リメートル間の列車が運転されるようになった。単式ホーム一面一線の地上駅、北上駅管理の無人駅である。ホームとレンガ造りの待合室の間を道路が貫いている珍しい造りの駅である。 ありがとうございます。